この動画ではちょっと具体的な内容も含めてお聞きしたいなと思ってまして、はい、改めてなんですけど、はい、法人名とかもお伺いしてもよろしいですか。はい、タイではです、一社がジャパンアグリチャレンジタイランドという会社です、うん、もう一つがジャパンアグリチャレンジアジアという会社で、うんうん、日本人の経営をさせてもらってます。 それはどちらもタイ法人。そうです、どちらもタイ法人なんですけども、タイランドの方が農業生産を行う会社で、はいはい、農場の運営とかは全部そこでやっていると、はいはいはい、でその後ですね、物流から、はい、まあ、消費地での販売、うん、加工、こういったのを、アジアの方でやってるって感じです。なるほど、何がきっかけだったんですか。タイで、はい、いろいろスーパーマーケットもあってですね、いろんな野菜を食べてみたんですけど、はいはい、圧倒的にまずかったのがトマトだったんですよ。へ、はい、美味しいのは1個もない。すっごい安いんだけど皮が硬くてうまみがない。めちゃくちゃ硬いですよね、あれね。当時は日本からとかのトマト来たんですけど、まあ、めちゃくちゃ高いんですよ、はいはいはい、で品質はそこそこみたいな、この間が空いてたんですよね。めちゃくちゃ安くてまずいのと、まあ、高くてそこそこ、まあ、超うまいのもなかったし、まあ、それなりの品質で中間帯っていうのもなかった、うまいトマトができたらこれ塩を作れるんじゃないかというところで判断をつけて、生産地いろいろ見てみて調べてみたら、基本的にもうできないことはない、はい、これはやっちゃおうというのが流れなんですけど、はい、あ、そういうことね。だから日本の品種とか、まあ、いわゆる美味しいトマトを作ってるのがなかったってことなんですね。そうですね。ちなみにビジネスモデルでいうと、はい、美味しいトマトを栽培して、はい、そのトマトを流通させるみたいなイメージですかね、はい、そうです。そこはもう首都圏だけ、まあ、基本ほぼ首都圏ですよね、うん、あの生産はですね、ペチャブン県っていうタイの東北部なんですけど、はいはいはい、ペチャブン県っていうところが第一農場、はい、で第二農場がチェンライ県っていうところで、うんうん、これ一番北にあるミャンマーラオスとの国境にある県。あ、そうなんです。でその2拠点で作った美味しいトマトを週に2回バンコクに持ってきて、でバンコクにあるスーパーの配送センターに納品する、はいはい、バンコクにある飲食店さんに納品する、個人宅に宅配するっていうのがモデルですね。あとはシンガポールにも輸出はしてます。あ、そういうことなんですね、うん、生産してパッキングまでを終えるんですね。そうです、まあ、全部やっぱり自社でやってますよね。ああ、そうなんだ。だから外注してる部分ってのはすごく少ない会社ですよね。配送ぐらいですね。ただ配送もほぼ自社でやってますよ。え、じゃあ運転手雇ってるんですか。運転手もいますね。あ、すげえ間接コストはありますけど、ただ直接的にはすごく安くなるし、なるほど、ドライバーと車両の管理ができれば自社でずっと農場とピストンしてるっていうのが、まあ、一番価格としては抑えられる、はい、当然ロームの管理とかすごい大変です。それはめっちゃ大変ですよね。片道どれぐらいかかるんですか。ね、チェンライの方は12時間かかりますね。もうそれでロームやばいですもんね。あのすごい管理徹底しないとピストンでいけないですもんね。うん、そう、でも事故が起こったこと一回もないです、ね。あ、そうですね、うん、まあ。ドライバーも本当にいい子たちが来てくれてますし。いや、それはすごいな。うん、トマトを送る際は冷蔵トラックとかじゃないといけなかったですか。冷蔵ですね。タイは暑いですから、はい、まあ、日中に常温車でトマト輸送とかできないですよね、はい、当然あの完熟に近い形でなるだけ完熟に近づけて取りますから、はいはい、まあ、そうすると傷みやすいんですよね、はいはい、で温度が高いとまあ追熟してしまって傷みが早くなるので、はい、基本はもう収穫した後は冷蔵で冷やして冷蔵車でバンコクまで運んできてお客さんまで冷蔵で届けるで、ね、でもそれをやらないとタイで美味しいトマトを1年中継続的に一定品質で美味しいものを作り続けてお客様にお届けする、しかも新鮮な状態でお届けする、それによってお客様の笑顔に貢献したい、食の幸福に貢献したい、これが目的なんで、最後を誰かに任して下手なことされたら困るんですよ。お客さんがこの食べる一粒一粒が大事なんで、それが一回この一粒に満足しなかったらもう買ってもらえないんですよ。あのこの一粒一粒を本当に喜んでもらうために生産も全部自分たちで、外注は一切してないですね、はい、あの自社生産でやってますし、はい、物流も自分たちでやる。なるほど。で最後の配送に関しては、はい、うちのスタッフだけ当然できない部分もあるんで、はい、一部は当然外注するんですけど、ほとんど全て自社でやってるっていう。じゃあもう一気通貫っすね。そうですね。これめっちゃ大変だぞ。今8期目だと思うんですけど、はい、今まで一番大変だったところっていつですか。そうっすね。何があったんですか。素人で始めたってね、うん、なかったですよね、はい、だから散々経験しなくてよいミスとかエラーは経験しましたし、うんうんうん、それは実際に日本の農家さん、特にデータドリブンで栽培管理ができる農家さんと組んで栽培体制を再構築し直したところから本当に良くなりました。そうなんですね。あ、じゃあそこは県庁の農家さんとやっぱタグ組んでたんですね。そうです。だ日本と連携してやってましたよね、はいはいはい、で日本のノウハウをいかにタイに応用できるかと、日本のそのままやってもうまくできないんで、うんうん、タイで美味しいトマトを1年中作る体制をもうオーダーメイドで作っていったって感じですよね。そういうことですね。一番大変なことっていうのはどちらかというとトマト云々ってよりも人ですよ。あ、そうなんですね。
人の部分の方がやっぱり大変。へ、僕自身タイ語はね、まあ、多少できるようになりましたけど、まだまだ全然上手じゃないですし、はいはいはい、やっぱり今まで自分が東京で生まれ育ってきて関わってきた人とやっぱり全然違う、例えば教育レベルでいうと、うん、まあ、教育も受けてない方もいらっしゃいますし、例えば日本語である程度意思の疎通を取る、まあ、大体高校大学って同じようなくらいの人たちと付き合っていくじゃないですか、うん、はい、タイに行ったら現場のワーカーさんとかは字も書けない方がいらっしゃったり、ドライバーなんかも やんちゃな人なんかもいたりしてですね、はい、そういった人たちと合理的な話が例えばできないだとか、うんうん、あれ昨日言ったことがまたできてない、うんうんうん、もう一回言ったけどまたできてないとか、そういうことはやっぱりよく起こったんですよね。人の管理っていう点で僕自身がマネジメントの経験なかったのもありますし、はい、どうやってこういう自分とは違う考えだとか、はい、自分とは違う能力の人たちに、はい、自分ができない仕事をどうやってやってもらうかみたいなところはもう全然うまくできない、うんうん、いやそりゃそうですよねまず言語の壁もありますし、あります、ね、そこの感覚の違いもありますし、多分そこでイライラすることとかフラストレーション溜まることも絶対あったでしょうね。ありますね、これはね。でも最初やっぱりそうやってタイの人たちの能力が足りなかったりという思いが最初やっぱり先行しちゃったんですけど、うんうんうん、今考えてみたら全然僕の実力不足なんですよね、うんうんうん、だ現場にそれをやってもらう力もなかったし、今は僕よりもやっぱり農場の、ね、あのアルバイトさんだとかスタッフの方が全然よくできますし、営業だって僕のスタッフの方がよくできる、うんうんうん、だタイ人の人が優秀じゃないってのは一切なくて、うん、それをちゃんとできるように導いてあげられなかった、うん、はい、自分の実力不足っていうのはまあ一番大変でしたね、うん、いやこれは難しいですよね、うん、今後として、はい、あの坂田さんとしてはどういう流れで持っていく想定なんですか。僕ら あのトマトを知らない人はまだまだいます。日本人の方はほとんどが知ってくださって、タイの人に聞いてみるとだいたい調査毎回やると 20% くらいの人しか知らないんですよ。あ、そうなんですね。タイ国内でのトマトの需要をまずは引き上げたい、うん、これを最大化僕らができる限りしていきたいのが一つ、うんうん、あとはもう一つは販路としては当然陸続きですので、うん、東南アジアっていうのはだからシンガポール、マレーシア、カンボジア、ベトナム、まあ、ミャンマーもありますけどちょっと今ね、はい、正常で難しいですけど、まあ、そういったところには陸でタイから物が出せると、うんうん、エアを使ってもいいと、はい、その周辺国での市場開拓はしたいと思います、はい、特に僕が狙ってるのは、まあ、シンガポールもうすでに輸出してるんですけど、うん、シンガポールをもっと拡大したい。でマレーシア、ここはちょっと難しいエリアなんですけど、はい、あの比較的野菜が安いんで、はい、ここにもなんとか入れたい、はいはい、カンボジアやりたいと言ってくださっている業者さんがいるんで、はい、そこと一緒に組んで、はい、あの大きくやりたい。あ、そうですね。プラス香港すごく大きな市場なんで、まあ、そうですよね。もうここには出したいですよね。タイ産の美味しいトマトがあるんだよっていうのはやっぱり知ってもらいたい。なるほど。その輸出拡大っていうのはまたもう一つあります、うん、これちょっとホームページとかありますか、はい、なんか衝撃的あります。あのちょっと概要欄に、はい、あのホームページのリンク載せておきますので、はい、確認していただければなと思います、はい、はい、ありがとうございます。まあ、っていうところで、まあ、今日はですね、あの国際協力の中でも、まあ、タイで農業かつトマトっていう難しい、はい、野菜であのビジネスをされている坂田さんにお越しいただきました、はい、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。